何気ない日常毎日大阪駅チャンネル。こんにちは、マイアンでございます。本日は JR 神戸線が遅延していた2011年5月17日の20時頃の様子でございます。現在映っている電車は普通高槻行き207系でございます。こちらは遅延しておりませんが、次に来る電車はすごく遅延しています。また最後の方に新快速が発車して、またすぐ新快速が来るっていう、そんな瞬間もあるので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。さあ、大阪駅の配信、お久しぶりでございます。現在の方、JR 京都線のホームとなっております。ちなみになんですけど、本日遅延する理由といたしましては、JR 神戸線架線の確認により列車送りということで、加古川線のホームでお客様が転落したそうで、そちらから多分防護無線が発信されて列車が止まりましたと。で、列車が止まった時に、電車にはデッドセクションという区間がありまして、架線がそのデッドセクションというところに止まってしまった場合は架線を確認しないといけないんですよ。おっと、電車発車しました。解説また後でしましょう。ゆっくり見ていきましょう。さあ、ちなみに遅延はしてるんですけど、混雑はまあまあしてはいますけど、まあまばらにパラパラ立ってるぐらいで、これぐらいでした。最近テレワークも進んだのか、そんなに大阪駅も混雑しないようになってきましたと。通勤通学、あと何ですかね、そのあたりも結構最近楽になってきましたので、まあ、皆さん意外と、会社に行くときも便利だと思いますよ。はい、じゃあ続けていきましょうと。まもなくもう次の普通電車来ますと。はい、あ、ちなみにデッドセクションについてなんですけど、デッドセクションというのは直流電車によって、直流電車だと起きるものになってまして、あ、まあ、こういうのが起きるかな、なってまして、架線と架線の間にこう電圧が一瞬変化を生じるところがあるんですよ。そこに、なった時に、そこでパンタグラフでウィンと動かしちゃうとバチバチとなってしまうような現象があるので、確認が必要だったということになっております。さあ、今映しているのは琵琶湖エクスプレスでございます。こちら電車区間にもかかわらずキハ189系というエンジンで動く電車となっております。はい、ということで、こちらは、鳥取から来たのかな、その辺の特急を多分、利用して琵琶湖エクスプレスにしていると思いますと。さあ、普通電車そろそろやってきますよ。まもなくこちらに電車がやってきますと。さあ、電車やってきました。こちらの普通電車なんですが、20時20分着なんですけど、発車時間20時25分となっております。ただこの電車、快速との待ち合わせというか、快速電車からのお客様をこう接続するために待った結果、ここまで帝国で運行してたんですけど3分遅れとなってしまいますと。まあ、ネタバレのようにここ、下字幕出てますよね、出てるんですけど、はい、接続する関係上で遅延してしまいますという、ちょっと悲しき列車となっております。さあ、電車入線してきました。321系でございます。さあ、左側に見えるのは西明石行きの普通207系ですけど、皆さん321系と207系見分けられますか？321系、こんな感じの面構えですまあ見て分かってください。はい、ということで、321系と207系、今左側の奥に溜まってる赤色のランプがついてるのが207系で、右側に溜まってるのが321系となっておりますと。はい、さあ、そろそろ遅延も結構あれですよ、盛り上がってきますよ。今普通電車しか来てないんですけど、このあと丹波寺快速なんかが入線していきますし、快速電車なんかも入線していきますと。で、快速電車から普通電車に乗り換える方もいたりとかするので、かなり今から盛り上がってきます。さあ、そろそろ電車来るみたいです。さあ、ホーム移っていきましょう。こちらに行きましょう。さあ、奥には琵琶湖エクスプレスが見えます。さあ、今回来る電車14編成でございますので、停車位置は、2番からかなとなっております。その前にまず丹波寺快速が来ておりますと。こちらは宝塚線の笹山口発の電車になっておりまして、225系で運用されています。ちなみにですけど、皆様、快速電車と丹波寺快速、宝塚線の丹波寺快速と快速電車、違い分かります？225系、223系で絶対運用されるものが丹波寺快速となっております。さあ、そうこう言ってるうちに快速電車がやってきました。現在右側に来ている電車は20時21分に到着してるんですけど、こちらの電車は20時8分発です。なんと遅延しております。快速京都方面安行きでございます。223系新快速ではなく快速でした。間違えました。快速電車でございます。
さ入線してきました。ちなみになんですけど、大阪駅ホームドアすごく変わってまして、このロープ型になってます。そろそろ上がりますよ。ニュインと上がるんですよ。ほらこう上に上がって、そこを人がくぐっていく感じになっておりますと。このホームドアにすることによって、例えば今こちらの223系3ドア車なんですよ。ドアが3つしかないんですけど、3ドア車とあと4ドア車が来ても対応ができますし、ドアが2つしかない車両にも対応できるんですよ。はい、ということで、このホーム式ホーム式可動柵っていうんですかね、こちらの方すごく便利となっておりますと。またこの快速電車止まっておりますが、もうちょっとしたら発車すると思いますと。でちなみになんですけど、JR 京都線だったり JR 神戸線が遅延するときって、遅延してるときに電車が動いてるときはすごくいつもよりももっと便利になります、実は言うと。なぜかというと、JR 京都線神戸線ってすごく電車が走ってる線区になってまして、少しでも遅延するとすごい電車が団子状になるんですよね。でも JR 西日本っていうのは、電車をこう団子状になったときに次々と発車させることによってダイヤを解消させようとするんですよ。ということは、駅で待ってるとたくさんの電車が来るので、例えば1本逃してもうた、うわ普通やったら7分間待たなあかんとかなるのが、これだと実際言うと、あもう2分後に来た、あやった思ったよりも早く乗れたぞとかなったりもするので、実は遅延してると利用者の方にとったら結構便利なダイヤになることが多いんですよ。今こちらの電車20時8分発の電車になってるんですけど、次に来る快速電車なんかももうすぐこの電車が行った後すぐ来ますと。ということで、遅延してるときは実は言うと、普通の一般客からすると遅延してるうわっとか思うよりかは、どっちかっていうと便利なダイヤになるんじゃないかなと私は思っておりますと。さあ、走行してるうちにヘッドライトがつきました。そろそろ発車のようでございます。さあ、ホームドア閉まっていきます。面白いでしょ、これ下がっていくんですよ、こんな感じで。ちなみにこのホームドアなんですけど、自動でどの場所まで開くかってことを判定しておりますと。さあ、 JR 西日本の誇る加速力見てください。こちら新快速で運用されるときは130キロで出るんですけど、快速も速いですよ、120キロとか出すので。さあ、発車シーンでございます。奥には丹波寺快速の回送がおりますと。多分間もなく発車すると思います。さあ、そうこう言ってるうちに20時23分発の快速電車がやってまいりました。ほら言った通りめちゃくちゃ速くないですか。まあ電車途中でちょっと一歩間引いたりとかするんですけど、そんなことをしてももうあれですよ、発車して1分後には次の快速電車が来ると。ということで、 JR 西日本に限っては、特に大阪駅ご利用の方、覚えておいていただきたいのが、遅延してて電車が完全に止まってるときは、振り替え輸送を使いましょうと。ただし完全に止まっておらずに動いてるときは1本待ってばすぐ来ますと。大体ですよ。あとはアプリなんかで見てください。 JR 西日本アプリ出してます。なのでアプリを見て見て行っていただければすごく便利に使えるんじゃないかなと思います。さあ、こう言ってるうちに右側の丹波寺快速225系発車しております。さあ、同時に発車と入線を繰り返すような面白い駅となっております。いいでしょう、この感じいいでしょう。おーっと、行っちゃいました。またかな、行きましたよって感じです。さあ、右側のホームたくさん人が待っていますが、新快速が発着するホームになってまして、たくさんの人待っております。新快速遅延中なんですよね。ということはかなりの人待ってます。で、 JR 西日本ですが、新快速の遅延全力で回復させに行きます。特急電車よりも先に新快速のダイヤを回復させるっていうことが有名なくらい回復させますので、新快速ユーザーさんはもうこうやって結構皆さん分かってるので待ってるんですよね。はい。で、快速電車こちら4分遅れとなってまして、20時27分発になるんですけど、もうすぐ発車しますと。で、基本的に快速電車やったり新快速電車って車両の長さがすごく長いんですよね。なので、少しこうやって駅の方で待機をして、バシバシ走らせはするんですけど、やっぱりこの閉塞といって電車ってぶつからないじゃないですか、基本的には。
あれは、信号と信号の間に電車を入れないようにしている閉塞という区間があるんですけど、閉塞を少し今広げているんですよね。で、先ほど発車した電車がおそらく今新大阪方面に向かってて、おそらく新大阪に着くか着かないかなって頃だと思うんですけど、あの10両とか12両とか長い電車になってきますので、電車1両あたりだいたい20メートルと言われてます。ということは12両編成だと240メートルとかになるので、かなりこの閉塞って区間を開けないといけないですよね。さあ、そうこう言ってるうちにもう発車していきました。早いでしょ、ほら。ということで、遅延しているとかなり便利に使えますと。はい、さあ快速電車行ってしまいました。さあ、走行しているうちにこちらの方電車がもうやってきておりますと。はい、先ほどの京都行き普通電車でございます。快速電車との接続待ちをした関係で20時20分に着いてたんですけど、3分遅れとなっております。さあ、間もなく発車のようでございます。さあ、発車シーン見ていきましょう。今見えてる電車は321系と321系両方見えております。あ、違うな、左側321系ですね。はい、そんな感じでございますと。左側確か、新三田行きの普通電車が今止まっております。 JR 神戸線が左側で、私今こちらに見えてます京都行きの普通電車が JR 京都線となっておりますと。さあ、間もなく発車のようでございます。さあ、発車シーン見ていきましょう。出発進行。さあ、電車発車していきましたねと思っていたら、間もなく電車が来るようです。さあ、急いで新快速来ました。20時15分発新快速京都方面安行き223系と225系がつながっております。こちら16分遅れとなっております。はい、ということで本来は、もう少し早く来てるんですけど16分遅れておりますと。はい、で、もうこちらすぐ電車が来ます。普通電車京都行きでございます。207系、こちらは通常運転となっておりました。はい、ということで、こんな風に普通電車もバシバシ来ますし、快速電車もバシバシ来ますし、新快速もバシバシ来るんですけど、遅延している時は待っていて次の電車に乗っても結構すぐ発車していきますので、もう、むしろ遅延しててうわっとかこう変な気持ちになるのではなくて、うわ遅延してるラッキー、すぐ電車発車するやんとか、すぐ次の電車来るやんって感じで待っていただければいいんじゃないんでしょうか。はい、さあ、左側に見えるのが321系、右側に見えるのが207系となっておりますと。はい、これで321系と207系皆さん見極められますよね。はい、はい、どうかな、うん、見極めれると。ありがとうございます。さあ、人も続々と降りてまいりました。さあ、電車遅延してますので途中駅で結構待ってたんでしょうかね。はい、そうこう言ってるうちに間もなく右側のホームに新快速来るみたいなので、はい、新快速の方に向けていきましょう。こちらでございます。どうぞ。さあ、新快速が来ておりますと。さあ、先頭から見ていきましょう。新快速基本的に12両編成で運転されます。はい、でこんな感じで結構編成が長いんですよ、12両編成と。なのでこう先頭から見ていっても発車シーンを見るだけですごく長いんですよね。先ほども言いましたように電車の長さ基本的に1両20メートルです。例外もありまして近鉄電車なんかは21メートル車両ということで大型車両なんですけど、およそ20メートルっていうのが標準の車両となっております。さあ、新快速発車でございます。さあ、長くないですか。2両目行って3両目行って4両目行ってって感じになっておりますと。長いお付き合いってやつですよね。関西人ならわかる京都銀行の CM でございました。
はい、途中ちょっと壊れたと思った方すみませんでした。マイヤンがふざけておりました。はい、とそうこう言ってるうちに次の電車来るみたいでございます。とさあ左側の方、先ほどの京都駅普通の電車発車しております。はい、20時32分発通常運転でございます。さあ電車を発車してるんですけど、新快速電車右側方面やってくるみたいです。20時30分発新快速米原方面長浜行きが12両で参ります。はい、さあこちらの電車なんですけど、先頭車両225系0番台となっておりまして、後ろ側の車両225系100番台となっております。皆様もしよかったら0番台と100番台見分けていきましょう。こんな感じの顔なんだな、とこんな感じな行き先表示番台、行き先表示をしてるんだなとかを見ていっていただければいいかなと思います。225系結構かっこよくないですか。いつも思うんですけど、なんかこのなんですかね、真四角なんですけど顔つきこうなんかイケメンじゃないですか。なんかこれがもし人間だったらすごくイケメンだなといつも思っております。はい、さあ JR 西日本新快速の回復運転すごく有名です。多分この4分遅れの運転っていうのはおそらく米原に着く頃には遅れなくなってるんじゃないですかね。途中で爆速で飛ばすんですよ。まあ、やっぱり有名な130キロ運転っていうものがありまして、新快速が130キロで運転することにより大阪と京都、大阪と神戸って距離がすごく短くなっております。神戸と大阪間20分で走ります。大阪と京都間27分で走ります。これすごいことなんですよ。どういうことかって言いますと、京都と大阪距離にするとだいたい40キロぐらいあります。はい、車で行くとだいたい信号も入れると下道だと1時間ぐらい、高速でも40分ぐらいかな、30分40分ぐらいかかるような気がしますと。それを新快速は27分で結んでますと。一方神戸方面三宮なんか行くときも車で行くと渋滞なんかもありますので、まあ、40分ぐらいかかるのかな、うん、高速で行っても、まあ、30分ぐらい、もう少しかかるかだと思うんですけど、新快速で行くと20分で行きちゃうという関西人にとってはすごくありがたい存在となっております。さあ見ていきましょう。こちら0番台の車両となっております。さあサイドからになりますが、こんな感じでございます。やっぱ225系かっこいいですね。ツヤツヤでなんかいいっすよね。綺麗です。はい、さあここで0番台右側0番台左側これ100番台でございます。100番台車内の LED すごく明るいです。はい、で外側の行き先表示なんかもカラーの LED となっておりますと。はい、他いろんなところ違うところご自身で見分けてくださいね。はい、行っちゃいました。さあ行っちゃいました。最後に琵琶湖エクスプレスを見ていきましょう。さあ琵琶湖エクスプレス発車の時間にやってまいりました。さあ琵琶湖エクスプレス10番ホームからの発車になるんですけど、ちょっとここ遠目だったのでもう少し前の方に行ってみましょうか。マイヤン動いて。さあ動いてください、お願いします。はい、動いて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 。はい、動き出しました。さあ琵琶湖エクスプレスキハ189系ですけど3両編成となっております。なので意外と短いのでしっかり目を凝らして見てってください。もうあと30秒もしないかな、20秒ぐらいで発車しますので、ぜひ発車シーン見てってください。これ発車すると本動画は終わりとなっております。はい、じゃあ間もなく発車シーンでございますので最後凝らして見てってくださいね。機動車が電車線を走るってなんかすごいですよね。なんか大阪駅そんな感じで面白いです。キハ85系なんかも来ますので大阪駅面白いですよ。さあ発車です。出発進行。さあ琵琶湖エクスプレス行ってしまいました。さあ本日もご視聴いただきありがとうございました。また見てねー。